はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、ですね、塩分コントロールのパンフレットをまたいただいてきました、ね、これ2冊あるんですけども、しかもね、これはまあペラペラの紙で裏表なんですけども、なんとこれがね、血液透析を大きくなっている方へ適、ね、無形の、パンフレットなんですけども、見開き3ページ裏表あるから6ページあるんですけど、ちょっと飛んでる、ちょっと暗くします。でこんな感じのヤーツですわ。こっちもね、いろいろ載ってますけども、ね、見たことある人はいてると思うんですけども、まあ、そんな難しくは書いてないんですけども、まあ、こういうふうに気をつけなきませんよいうようなことをもらいました。はい、今実はですね、先日の血液検査でこの脂質系がね、特にコレステロールの数値がね、まだ高いと言われてました。まあ、さらに血圧のね、あの上下上も下もね、高いままだと、まあ、指摘を受けましてですね、まあ、このままやったら白血病は抑えれると出るのに、まあ、脳卒中とかね、心筋梗塞か、あと動脈硬化になるよとね言われましたね。まあ、血圧を抑える薬をね、飲めばいいだけの話らしいんですけども、まあ、僕に対してね、まだ若いから食事で何とかしてくださいと、これ以上たくさんお薬飲みたくないでしょってね、先生が言ってくれるんですけども、まあ、僕はね、出された分は飲みますけどね、まあ、免疫抑制剤を飲んでるから、これは仕方ないことなんですけどね。まあ、でもこのパンフレットをね、見ながら、まあ、こう問診を受けてるとね、ちょっと明らかになったことがありましてね。まあ、このラーメンのスープをね、全部飲むでしょ。で、ご飯、晩ご飯でもお米を1合食べてると。揚げ物を食べるけど量が多いと。で、味噌汁もおかわりしてしまう。まあ、割合的に魚料理がちょっと少ないなっていうね、まあ、こんな感じの5項目がね、ちょっと自分の心当たりがあるところで上がってきたんですけども、まあ、でもね、メニューはね、僕は決めれないのですけどね、まあ、一番怒られたのはラーメンのスープでしたね。まあ、麺は食べてもいいらしいんですよ。まあ、しかしスープは全部飲まなくてもよかったみたいです。でも美味しいから皆さんもこうついついやっぱ飲んでしまいませんね。まあ、次回からラーメン屋さんとか行ったらね、まあ、もうこのスープをね、我慢してみます。まあ、味噌汁もね、奥さんがお出汁に結構こだわってくれてるからね、塩分コントロールもできてると思うんですけどね。まあ、うちの味噌汁はね、野菜が多いと思うんで、ちゃんと野菜も食べてるんですけどね。あと運動しなさいって言われました。まあでもこう、体に痛みが発生してるのにね、運動しろって結構拷問ですよね。あの肩の痛みね、マシになってきたんですけど、このね、こっちのね、脇から脇にかけてはね、周りはマシなんですけども、まあでも痛いっちゃ痛いんですよ。まあでも日々の生活におけるね、家事といいますか、まあ掃除洗濯ではね、やはり運動にはならないですね。まあでもリハビリとしてね、やったんですけどね、まあそろそろ運動ですかね。まあね、また立ちながら動画を撮ってみましょうかね。結構ね、運動にもあったと思うんですけどね。まあでもこの摂取カロリーよりもね、消費カロリーが少ないとですね、そりゃ体に蓄積されますからね。まあ、ご覧いただいている皆さんの中でね、健康的な方はですね、ぜひ適度な運動を心がけてください。いやでもしかし本当にこんなに、これは今回もらった分でしょ、2部でしょ、前のね、熱合わせは、まあ、ちゃんと取ってますからね、捨ててませんよ、これあるんでね。もうなんかもう病院の待合室か思うぐらいね、パンフレットが揃ってしまいましたね。まあまあそんな感じで、しっかりね、こういうのを見て気をつけていきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。